現代の競技用、アウトリガーカヌー、バー、アウトリガーカヌーは、南太平洋などで用いられる、カヌーの一種。安定性を増すために、カヌー本体の肩脇あるいは両脇に、アウトリガーとも呼ばれる浮きが張り出した形状をしている。この浮きは、多くのポリネシア諸語やミクロネシア諸語で、アマと呼ばれ、これを装備した、アウトリガーカヌー自体は、タヒチ語では、バーハワイ語では、 ワーマオリゴでは、ワカバカなどの言葉で呼ばれる。オーストロネシア人の移住、拡大過程の年代地図、アウトリガカルーの起源は、よくわかっていないが、オーストロネシア語族の拡散とともに広がっていった、ことは確かである。中国で発達したいかだから発展したという説、丸キ船から発展したという説があるが、資料が乏しいので未だ定説はない。ともかく、 丸太をくり抜いたくり抜き船や、丸太をくり抜いて、友や、へさき、原則を追加した、巡航造船にアウトリガーを装着した形式の船舶が、東南アジア島諸部で発達していったことは確かである。小室諸島のマヨット島のシングルアウトリガーカヌー東南アジア島諸部で主に、用いられていたのは、船体の両サイドにアウトリガーを取り付けた、ダブルアウトリガーカヌーである。 このタイプは現在でもインドネシア周辺で特に多く、ニューギニア南部からオーストラリア北東部にかけても分布しており、西はマダガスカルやコモロやアフリカ東岸などのインド洋西部、東はオセアニア、特に南米沿岸のラパヌイまで広く使われている。外洋航海が盛んになる過程で、うねりによる破損を防ぐためにアウトリガーを片側だけにつけた。 シングルアウトリガーカヌーが考案されたと推測される。ダブルアウトリガーカヌーの場合、波のうねりの間で両方のアウトリガーが持ち上げられると、腕着に宙に浮いたカヌー本体の重量がかかって、腕着が破損してしまう。シングルアウトリガーであれば全体が傾くだけで、破損につながるような負荷がかからない。また、東南アジア島諸部から、メラネシア、ミクロネシア、 ポリネシア方面へは貿易風に逆らって進むことになるが、ダブルアウトリガーカヌーはタッキングやシャンティングなどの風上構想を苦手としており実用的ではない。これには反論もある。アメリカの船研究家、エドウィン・ドーランは実験を行い、ダブルアウトリガーの航行能力がシングルアウトリガーに劣らないし、全体としては安定した船だとした。現在、 シングルアウトリガーカヌーは、公開カヌーとしてはミクロネシア及び域外ポリネシアの一部で使用されている。また、パドリングによって進むシングルアウトリガーカヌーは、ミクロネシア及びポリネシア各地で使用されている。近年では、シングルアウトリガーカヌーによるレースも盛んに実施されており、フランス領ポリネシアのフワヒネ島で行われている。 世界最大のカヌーレースと言われるハワイヌイバーでは3日で約1 2 8トルを漕ぐ。競技用のシングルアウトリガーカヌーの規格として、オークルマイナス1、オークルマイナス4、オークルマイナス6などがある。また、人類がリモートセアニア海域に拡散していく過程で、より大きな浮力を確保し、長期間の航海に対応できるようカヌー本体を左右に並べたダブルカヌーが、 ポリネシア文化において考案された結果、ポリネシア人の航海術は急速に発達し、ハワイ、イースター島、ラパ、ヌイ、ニュージーランドのポリネシアントライアングルと呼ばれる広いエリアに移住していった。ダブルカヌを祖先とする、固まらんタイプの船体は、近代においても、ヨットや連絡船など、様々な用途に合わせて発達している。 オーストロネシア人のカヌーの発展の過程の推論、マフディ。ー。1999ハイネ・ゲルダンやホーネルのような初期の研究者は、ダブルカヌーはアウトリガーカヌーから進化したと考えていたが、ドランやマフディーのようなオーストロネシア文化を専門と、する現代の研究者はそれは逆だと考えている。二つのカヌーを結合した、ダブルカヌーは、二つの丸太を結合して作る。 ミニマルなイカダから直接開発されたとする。時間が経つにつれて、この単純なダブルカヌーが非対称のダブルカヌーに発展し、一方の船体がもう一方の船体よりも小さくなる。ここからさらに小さくなった船体が、プロトタイプのアウトリガーになり、アウトリガーカヌーが生まれた。さらに、これが、オセアニアのリバーシブルなシングルアウトリガーカヌーに進化した。 最後に、シングルアウトリガーが、ダブルアウトリガーカヌーに発展したとする。これはまた、海域東南アジア、マダガスカル、コモロといったこっちのオーストロネシア人が、タッキング時の安定性を重視して、ダブルアウトリガーを好む傾向がある理由を説明できる。しかし東南アジアでも、多数派ではなくとも、シングルアウトリガーが使用されている地域はある。 対照的にミクロネシアやポリネシアのような遠隔地に拡散した子孫集団はダブルアウトリガーの技術がそこまで発達せずダブルカヌーとシングルアウトリガーカヌーを使い続けたアウトリガーがタック時に風下を向いた時の不安定性に対処するために彼らはリバーシブルシングルアウトリガーを使うことで風向きに合わせて 船の前後を入れ替えることで対処するというシャンティングを編み出した。以上のような考え方は一つの推論であり、決定的な証拠があるわけではない。もともとカヌーは実用品かつ消耗品であり、劣化しても最後は木材として活用可能なことから、考古学的な意味での証拠がほぼ残らない。せめて絵が残っていれば良いのだが、絵は平面であるため、 片言から描かれた絵を見てもそれがシングルアウトリガーなのかダブルアウトリガーなのかわからないといった資料的限界がある。19世紀にイギリスのクックが太平洋を探検したとき太平洋に浮かぶことに同じ言語を使う人々が暮らしていることを発見しこれらの島民がどのようにしてこれらの島に住み着いたのかが謎とされた。 海に沈んだアトランティス大陸の伝説と重ねる説もあったが、デビッド・ルイス、リチャード・ファインバーグ、ベンフィニー、ミミジョージラの研究により、アウトリガーカヌーやダブルカヌーに乗り、気象や海流、星空などだけを頼りに何百キロも航海する技術の存在が明らかにされてきた。ありがとうございます。